何この黒い卵。ねえサソリってさ普通のテイム？え、マジこいつら死ねえよ本当に。よな、何こテラーバード本当に。あーもうこれ無限だわ、無限無限。あ、なんとか、あれだわ。ちょっと待って、なんかまずくない？あ、気絶した？あー、どうしよう、やっちゃった。あー、もうやるか。ここ、これなんでこんなことになってんの。ちょっと大丈夫これ。あ、これ大丈夫、俺たちのこの拠点が。ちょ、おかしいだろ、おかしいだろ。おい、元気だな、これやっぱ。いっか、じゃああれしよっか。一人になった途端な、不幸が舞い降りるわ。なんか俺、怖いわ、ほんと最近。なんか俺、祈祷とか行った方がいいし、なんか。なんだろう、もう、大事に取っといた、ね、シラスはさ、釜揚げシラスはなんか、急に食べようかなと思ったら、賞味期限が1日ずれてたりとかさ、この前なんかイヤホンを、足の土まで踏んじゃって、痛っとか言って、足が痛い、なんだ、切れた、足が取れたってぐらいの痛かったんだよ、イヤホンのなんか、家庭とこにギュッて踏んじゃって、土踏まずの、壺みたいなとこにさ。あとは、ちょっとウーバーイーツで寿司、あの、銀の皿頼んだんだけど、家の玄関の前に桶置いてもさ、取りに来ねえでさ、なんか盗まれたんですよ、僕、桶が。お客様桶置いてくれましたっつって、いや、置きましたよっつって、確実に置いたんだけど、え、置いてないんですけど、いや、置きましたよみたいな感じで。なんかね、なんかこちっちゃな不幸が舞い降りてるんだよね。あとなんだろうな、まあ、幸せの行き地がもしかしたら高くなっちゃってるかもしれない。ある一定の部分を超えないと幸せに感じられなくなってるがゆえに、ちっちゃなことが気になっちゃうのかもしれないな。うん、強強じゃないし、ほら今もこれ強強かと思ったら強強じゃないとかさ、ついてねえんだよな、なんかもうこれもう ある一つは不注意な。おい！あぶねえ。何これマジで。なんで俺の時だけこんなことが起きるの？は、これ暗くなってる？これだったらついてないだろ、これ。最近でもマジ、食べようと思って楽しみにしたら、釜揚げしらずが、賞味期限が切れてたんですよ。で、なんかちょっと酸っぱくないけど、なんか逃げえな、みたいな。なんだこれ、と思って。せっかく俺のため、楽しみに取っといてたって。まあ、不注意なんですけどね、これはね。自業自得なんですけど。とかね。友達がこうやって来たら大雨が降ったりとか、まあそれは、まあ、まあ不幸でも何でもないけどしょうがないけどね、みんなもそうだし、それは平等だからな、そこはな。強強でいくか。そうなんだよ、ちょっとだからなんかどうなんだろう、なんか俺あんまり霊的なものってあれだけど、でもやっぱりさ、そこそこするのよ、数万4、5万。で、なんか高いやつだと10万ぐらいすんだよ。なんかお払いみたいなのって。なんかね、いつぐらいからか良くないんだよな。3、4年前ぐらいからなんかちょっと、おかしいな。あ、なんだこれ、あ、ラプトルの、まさかテック。あ、ビリビリいってる、ビリビリいってる。イェーイ。